はい、ニコン ZFC。 すごいね。おお、とりあえずじゃあ開封しましょうか。はい、うわー、はい、新しく出たレンズですね、こちらは。黒と黄色、やっぱニコンだね。何これ、マジで入ってんの？え、SD カードも入ってる。サンディスクの？すごい。あるんだけどね、家には。いや、まあそうだけど。すごいね、ありがたい。ありがたいよね、これ。マジか、すげえな。これ知らなかったな。あ、これだね。すごい。お、すごい。サンディスクの。すごい。うん、トラック。はい。と、うん、お、チャージャー。チャージャー入ってんの？そう。すごいね。珍しいね。バッテリー。バッテリーね。うん、はい。そうか。おはい。どうぞ。わーお。はい。ZFC のブラック。ブラック。うん。お、すごいね、また裏のね、表面もね。うわ、バリアングルじゃん、ゆうこ。はい、そんな感じかな。はい、はい、で、レンズね。はい、これはね、新しく出たやつだよね。うん、何それ、何だ、中に、うん、え、フードかな、フードだね、フードっぽい。そんなフードなの、うん、軽っ。うわ、ちこうか、ちゃあ、はい、どう、軽っ、軽い、はい、何ミリですか、それ。これは24mm f1.7 ね、ね、この撮影した当日に発 売、うん、ね、ですね、うん、だから当日に届いたってことね。そうだね、まあカメラとね一緒に届いた感じですね。ね、はい、はい、はい、皆さんこんにちは、夫のゆうと妻のゆうこです。はい、ちょっとね、冒頭にね、もう速攻開封動画をね、見たと思うんですけど、まあタイトルでもね、わかる通り、サプライズということで、今回はね、妻がカメラを買い替えましたということで、はい、お話をしていこうかなと思います。前々からちょっとさ、うん、匂わしてたじゃん。そうだね、勘がいい方は気づいたかなって。うん、ね。そう、前々から気になってはいたんだよね。そうだね。で、実は、まあ僕がね、こう、今月は、こう、カメラ総入れ替え計画として進行してたんですけど、うん、その裏では、ゆうこも、実はね、カメラを買い替えてたっていうことで、そうだね。そう、うん。いや、これは多分、びっくりしたんじゃないかなと思う、そうだね、みんな。なんか何もその話はしてなかったので、そうそうそう。あれみたいな。そう。そのね、サプライズっていうのは、まあこれなんですよね。うん、はい。で、まあ、なんで、ZFC を買ったのか、うん、買い替えたのかっていうことで、うん、実はね、その73、うん、あったじゃん、ゆうこさんも。ソニーの、まあ、フルサイズ機の α73、うんうん、を、まあ、手放して ZFC にしたっていう感じね。ね、うん、はい、まあその経緯をね、ちょっとね、皆さんにね、簡単にお話ししていこうかなと思います、うん、あとはちょっとこう初見でね、ファーストインプレッション的な感じで、うん、まあ、どんなカメラなのかっていうのも、まあ簡単にね、話していこうかなと思います。それでは始めていきましょう。はい、ということで早速なんですけど、いや、いいね。まあ今持ってるカメラが富士フイルムの XT5 なんですけど、うん、それがまあシルバーとブラックの2トーンなので、うん、まあ、この ZFC のね、色を結構迷ってたんですけど、あ、まあ、今回はブラックにしようと思って、はい、うん、真っ黒にしました。まあそうだよね、うん、シルバーとね、あれが XT5 で持ってるから、うん、まあ同じっていうよりはね、せっかくだから、うん、だったらちょっと違う感じにするっていうのはあるね。そうだね、うん、で、まあなぜこのタイミングで買ったかっていうと、うんうん、まあ、このね、レンズ、これも
まあ、6月23日、うん、まあ、ちょうどねこの撮影している日がその発売日なんですけど、うん、で最初はあのレンズキットの 28mmF2.8 の方をまあ買おうと思ってたんですけど、ちょうどねタイミングよくこの 24mmF1.7 が発売されるっていうことを知って、あ、それだったらこの組み合わせがいいかなと思って買いました、はいはい、おー、うん、だから結構迷ってはいたんじゃん、買わずにはいたじゃん、うん、まあこれのレンズが出るってことで、うん、まあ、決心がついたというか、そうだねまあこの 24mm とは言っても、まあ、APS-C なので、うん、まあ、大体 36mm ぐらいの画角になりますね、はいはいはい、そうだよね、うんうん、あと購入の後押しをしたのは、まあ、好きなねフォトグラファーさんが、うん、まあ、先行レビューをして、うん、まあ、そのね描写がやっぱりすごく好きだったんですよね、はいはいはい、うん、どっちかっていうと富士フイルムのカメラではフィルムチックにしたりっていうのがあったんですけど、はい、うん、この ZFC はね結構透明感が綺麗っていうか、うん、まあ、この Z シリーズですね、もともと気になってて、うんうん、それでまあ購入したっていう感じ。ああ、なるほどね、うん、だから初めての現行レンズというか、そうだね、まあ、久しぶりか、うんうん、もともとニコン自体は、まあ、8年前ぐらいに一眼レフをね使ってたんですけど、うん、まあ、結局はちょっとこう戻ってきた感じ。そうだね出戻りな感じはありますね。出戻りだね、確かに、うん、そのね、なんでさあのフルサイズをね手放したかっていうと、まあ、ソニーの色味というか、まあ、モチベーションが結構下がってきてたんですよね、うん、自分の中で。あ、はいはいはい、うん、まあ、あと重いっていうのもあるし、うん、なんかそんなにテンションが上がらなかった、はい、うん、まあ、個人的にですけど、うん、それで、うん、なんかやっぱりこう Z シリーズ気になってて、うん、まあ、買い替えちゃおうかなみたいなのがあって、うん、まあ、悩んでて、うん、まあ、さらにこのレンズが出るという感じだし、うん、ちょうど俺も今買い替えの時期でじゃん、うん、そうだね、いろいろ拍車がかかったっていう感じだよね、うんうん、やっぱりどうしてもこうオールドレンズの発信をしていく上でやっぱりフルサイズの比較っていうのがやっぱり気になる人も多いっていうのもあって、うん、なかなかこう決心がつかなかったんだけど、うん、やっぱりオールドレンズとフルサイズじゃないと意味がないみたいな感じのもあったので、うん、まあ、持ってはいたんですけど、なんかもう自分の中でもフルサイズじゃなくてもいいかみたいなのが出てきた、うん、フルサイズに固執しなくてもいいかっていうのがあって、うん、まあ、やっぱり撮ってて楽しいものを使った方がまあいいのかなと思って。確かにね、まあ、富士フイルムはもちろんね今後も使っていくんですけど、うん、やっぱりこう違うメーカーも試したいっていうのもあって、うんうん、まあ、今回ね購入に至りました。なるほど。でまあいろいろね、うん、こうあって今に至るんですけど、セブンスリーのさ下取りをしたじゃん、うん、下取りというか買い取りか、うん、そうだね、うん、でこの ZFC はマップカメラでね、うん、買ったんだよね。そうだね、うん、でセブンスリーはじゃあ下取りにマップカメラで出したかっていうとそうじゃないんだよね、うんうん、で今回、まあ、僕もねいろいろとこう今総入れ替え中でいろいろ調べてたんですけど、うん、今回ねそのユーコのセブンスリーを売ったところがネットオフっていうところで売ったんだよね、うん、そうだね、うん、ちょうどキャンペーンをやってて、うん、家電がこう最大 50% アップみたいな感じのキャンペーンを今やってるところなんですよ、うん、で、まあ、そこで α7-3 なんですけど見積もりが13万円だったんですよ、うん、で、まあ、実際にこう宅配で送って、うん、で査定してもらって実際のこの査定額っていうのが10万円になりました、うんうん、はい、結構ね α7-3 の買取相場っていうのを調べていくと大体8万円が多かったね、うん、そうだね、まあ、最高綺麗な状態で8万円なので、うん、まあ、傷とかそういうのがあるともう本当にだんだん下がっていっちゃって、うん、まあ、大体6万、うん、7万とかにもしかするとね、うん、なっちゃうかなと思ったんですよね。そうなんですね、まあ、その α7-3 自体ももう2年3年近く、まあ、だいぶ使ってはいたんですけど、うん、まあ、でもそれでも10万円だったらそうそうそう、まあ、いいかなっていうので、はい、うん、で一応その見積もり額がね13万円だったんですけど、うん、実査定額としては10万円で、うん、じゃあこの差は何だったかっていうと、なんかねセンサーにこう黒点の、うん、まあ、汚れっていうのがあったみたいで、うん、それでねちょっと減額になっちゃったっていうところなんですよね、うん、で箱も一応あったんだけど、うん、なんだっけかな当時、うん、ゆうこがこうセブンスリーを新品で買って、うん、なんかソニーのキャンペーン、そうキャッシュバックキャンペーンでこのバーコードをね切り取って、うん、そう、その
キャッシュバックをね受けるっていう。そう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 、うん、結構でもやってる方多いと思うんだよ。そうだね、そのキャッシュバックキャンペーンで、うん、で箱をさ、うん、なんか切り取っちゃうじゃん外箱を、うん、であれって結構大丈夫なのかなと思ったけど、うん、意外とそこまでっていうか、うん、全然なんかそこは査定に響いてないような感じだった、ね、そうだね、うんうん、で現に僕もこの間アルファ74が届いたじゃん、うん、であれも外箱がやっぱ穴開いてんだよね、うん、切り取られて、うん、やっぱあれも結局キャッシュバックのキャンペーンで前の持ち主がおそらく使ったと思うんだけど、うん、なんかあんまりそれってなんか普通なことなんだなと思って、うん、そうだね、うん、意外とそこはね大丈夫でしたね、うん、はい、ただまあセンサーにゴミあるっていうのはちょっと分かんなかったね、うん、そうだね、普通に撮っててもそこまでこう影響を感じてなかったので、うん、まあ、気づかなかったっていうのがあるんだけど、そうだね、はい、まあ、そういう感じでね、うん、アルファ7-3を、そのネットオフっていうところに買い取りを出しました、うん、はい、で、ですねこちらの、まあ、ニコンの、うん、ZFC とあのレンズ、まあ、ZFC はねボディのみで買ったんですけど、うん、まあ、この値段が 116,820 円、うん、で、こっちのね新しいレンズが、まあ、36,630 円と、うん、だいぶ安っとって、そうだね、うん、で合計が、153,450 円ですね、うん、はい、で α7-3 が、まあ、10万円というぐらいなので、はい、あとは、まあ、いらないいらないというか、まあ、使ってないオールドレンズを、まあ、買い取りに出したら、まあ、うん、結構5万円ぐらいになったので、うん、まあ、ほぼほぼ実質ゼロみたいな、そうだ、ね、感じで買いました、はい、ちょっとねそう取ってなかった使ってなかったオールドレンズとかね、うん、いろいろこう整理して、うん、それもねちょっと売却して、まあ、それでもいっぱいまだオールドレンズあるんですけど、うん、はい、まあ、そんな感じでね、うん、まあ、トントンというか、そうだね、うん、で、良かったよね。そうだね、うん、どうする、早速ちょっとレンズつけてみる。あ、そうだね、うん、結構ね、ニコンの Z マウントはね、マウント部分が大きいですね。ねえ、うん、でかいよね。俺、だってこれレンズもさ、なんか逆かなと思ったよこのね、ちょっといびつなんですけど、こっちの大きい方がね、レンズかと思いきや、こっちがマウント部分で、ね、こっちがね、レンズなんですよ ね、 そうよね。レンズのフィルターのね、口径が 46mm なので、もうだいぶちっちゃい ね、 ね、じゃあ、ドキ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 、あ、それ逆なんだよね。あ、そうなの、回すのは。そうそうそう、へぇ、はい、はい、おお、超コンパクト。結構コンパクトですね。やば、結構薄めのね、軽い、本当にすごい。このレンズのいいところはよれるんですよね。あ、約20センチぐらいまでよれるっていうのもあって、うん、まあ、その旅行旅先のなんかご飯を撮ったりとかもすごい便利そうだなと思って、うんうん、あ、確かに1本でね、うん、景色も撮れるし、まあなんかこうお店とかでも料理を撮れたりとかね、うん、なるほどね、まあ、あとはねこの F1.7 っていう明るいレンズっていうのでね、はいはいはい、買いましたね。ね、うん、そしてさ、何よりもバリアングルでしょ。そう、自分としてはね、だいぶ久しぶりのバリアングルで、ちょっと開けるのが怖いなんですけど、ね、ね、うん、まあ、ちょっとね、慣れるまではまた大変かもしれないんですけど、いや使いやすいよ、うん、全然いいと思う。そう、これもね、やっぱ縦も取りやすいのかなっていうのが。そうだよ、うん、めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいよね。あとね、意外とファインダーも大きいなと思いましたね。あ、いや、このデザインがやっぱりさ、そうだね、いいよね、うん、なんか最初この ZFC が出てこうお店に触りに行った時に、ここにね、グリップがないので持ちにくいとか言ってたんですけど、うん、まあでもそういえばあのフィルムカメラ、うん、ペンタックスの SPF っていうのを使ってたんですけど、それもここがもうなかったなと思って、まあ、まあ、要は使い方というか、うん、まあ、持ち方変えれば使えるなと思って。まあ首から下げるしね。そうだね、まあ、今回 AF レンズなので、まあもうカシャッとね、そうだよね、うん、撮れるかなと思って。確かになんか違和感なくなったかなと思いますね。おー、いいね、いいね、うん、かっこいいね。あとダイヤルもさ、うん、なんかパッと見ほんと XT5 じゃないけどさ。そうだね、もう本当にフィルムカメラっぽい感じで、ね、ダイヤルがね、ガチャガチャしてます。まあこの辺はまあ T5 使ってるので、うん、まあ慣れれば大丈夫かな。なるほどね。まあただこの ZFC のそのシャッタースピードが4000分の1までしかいかないので、まあちょっとこう逆光というか、うん、すごい明るいところっていうのは撮りにくいのかなとは思いますよね。まあオールドレンズに関してはそっちのね T5 とかで撮るので、うん、まあとりあえずこの ZFC に関してはこのね純正レンズで撮っていこうかなと思います。すごい、うん、あの前の動画でもちょっとこう純正レンズという、まあ、現行レンズとかに
こうやっぱりちょっとこう広げていくっていうので、うん、まあ最初のね、うん、電光レンズであるんですけど、うん、いやいいんじゃないですかこれ。そうだね、これはねいいなと思いました、ね、いや羨ましいな。あのね先に XS20 が来る前に、ね、そう1週間前に来ましたね。本当だよね、うん、俺まだなんだけどさ、まさかのサプライズだから。そういやでもこれあの視聴者さんでも多分 ZFC とか使ってる方いると思うから、うん、これ嬉しいんじゃない。まあそうだよね、ゆうこさん使ってくれるみたいな、うんうん、もちろんあれオールドレンズだってさ、そうだ、ね、やろうと思えばできるでしょ、うん、アダプターつければねオールドレンズも使えるのかなと思います、ね、うん、そうだよね、うん、いやすごいね、うん、ようやくね、ニコンに手を出してしまったという。あとねこの、まあ、ZFC に限らないんですけど、そのニコンのカスタムピクチャーコントロール、まあ、フィルムシミュレーションみたいなものがあるんですけど、うん、まあ、それをね使いたいなっていうのもあって買ったんですけど、なるほどね、結構なんだろうな自分の好きな感じのフィルターがね結構入ってていっぱい使いたいなとは思います、ね、これまたユウコの方で今度ニコンでね作例も撮れるっていうところで、うん、まあ、XT5 とね、うん、ZFC でね、うん、いやー楽しみだ。そうだね、こう極めて撮りたい時は XT5 とかで、うん、まあ、じっくり撮って、うん、まあ、こう旅行とか、うん、なんだろうな、こう人がいっぱいいて立ち止まれない時は、うん、こういう AF レンズで、ね、撮りたいなっていうのがありますね、うんうん、だからまあ使い分けですね。そうだよね、うん、いやでも全然さ2台持って行っても軽いでしょ。そうだね、2台持ってっても軽いね、うん、だから旅行でも XT5 にはオールドレンズつけて、うん、こっちではこのレンズで風景とかの記録撮れるっていう、ね、うん、うわーめっちゃいいじゃん。これはまた皆さんね、あのゆうこさんの ZFC で撮った作例を楽しみにお待ちいただけたらなと思います、うん、でこれからはねどんどんまた ZFC を使って、まあ、どんな感じかっていうのも、うん、まあ、ゆうこなりにこう感想も言えると思うので、うんうん、まさかだと思ったと思うんですけど皆さんもね、まさかニコンにっていうね、ね、うん、これはね俺ようやく富士に行こうとしてるのにもうゆうこニコンに行っちゃうっていうね。まあ XT5 も使うけど、うん、ね、ちょっと電源入れられる AF のこのマークを見るのが超久しぶりです。いやいいね、うん、あすごい、まあ、クリアに映るなっていう感じですね。そうだね、ファインダーどうですか。ファインダーもいいんじゃないですか。お、いいよね、めちゃくちゃいい、うん、ファインダー広いから見やすいっていうのもあります。あ、そうなんだ、うん、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいな。ワクワク。まずね、いろいろこう設定とかして、そうだね、うん、やっていこうかなと思います。はい、はいはい、ということでね、今回はこちらサプライズということで妻がカメラを買い替えましたということで ZFC を紹介しましたね。まあ、これからはさらにこの ZFC を使ってまた皆さんにね、うん、あの作例を紹介できたらなと思いますので、ぜひねそれも楽しみにお待ちいただけたらなと思います。はい、今回の動画はこれで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらグッドボタンと、あとコメント感想チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ここだね、はい、すごい、これはみんな撮るよね。あ、しかもアヒルとかも乗っとる、すごい。